ャパナビもう一つの夢の旅、日本の大秘境四国冒険物語。新たな物語はここから始まります。関西国際空港です。到着いたしました。イエーイ、嬉しい。さて今回はどこへ行きますか。知らんわ。四国でございます。四国。はい、四国って日本じゃないでしょ。日本だよ。四国。はいや、中国、法国、四国。でも日本なんです。なるほど。じゃあ四国で何の国。四国は4つの県がある。あ、県だね。そうなんですよ。何の県や。愛媛県、香川県、徳島県、高知県。じゃあ今回どの県行こうかな。トゥ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 。徳島でございます。知ってるね。ここだ、徳島。徳島何がいいものあるかな。いっぱいあるよ。じゃあ行きましょうよ。何時間くらいかかりますか。あの、まだバス乗るでしょ。うん、バスに乗って4時間。え、長いな。でもね、徳島に着くまではすごい綺麗な橋を渡って、海をずっと見ながら、島もたくさんあって、すごい綺麗で、ホーホーサムーって言ってる間に着いちゃうよ。そうだね、うん、そういうロマンチック時間欲しいですね。そうですよ。じゃあ、やばおれんろいやん。おら。やばれ、高速平。唉、知らな。おら。関西国際空港を出発し、明石海峡大橋、大鳴門橋を抜けて、四国に上陸。今回の目的地は徳島県西部に位置する西阿波観光圏。まず訪れるのは美馬市宇多津の町並み。江戸時代に商人の町として栄え、今現在も当時の情景を残したまま88棟もの伝統的建造物が軒を連ねている貴重な保存地区です。ほら、四国は古い。四国が全部古いのではなくて、ここは特別な保存地域でございます。宇多津の町並みという。宇多津は何。宇多津とはこの建築の名前、あそこご覧ください。あの2階部分のあの小さい出っ張ってるところ、あそこがああなってることで火災が燃え広がることを防止した、そういった素晴らしい建築でございます。火災防止か。はい、何でも知ってますね。じゃあこの道の長さは何メートルぐらいありますか。この道の長さは430メートル。おー、長いよ。じゃあまだ人が住んでますか。保存地域だけどまだ人が住んでいる。こちらがこの町で一番大きな豪邸でございます。はいわ。はいよ。ごめん、長寮はそんなに大きじゃないですよ。そんなことない。中に入ればバーッともう大きな大豪邸でございます。オムさん、你咁浮夸。自己睇啦。好啊，去咪睇。买嚟睇，买嚟干呐。你也想？喂，哪里是这样啊？爸爸。爸爸。系啊。どちら様ですか？家賃やんねが。違うよ。どちら様ですかって聞いてるんだよ。オーケーパパー。全体疑問はパパー。知ってる人が教えてくれ。こっちや。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。一体どちら様ですか。 あのね、戦場の愛を扱いだった愛称の番頭さんです。愛称の番頭さん、染屋さんですか。そうそう、ここは染屋さんです。おー、じゃあなんでここにいるんですか。あ、これはね、この店をもう仕切んじゃるわけです。仕切ってる。仕切ってる。仕切ってるよ。パパ偉いよ。このお家は彼のお家ですか。ノー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 、違います。ご主人は奥におります。ほっ、この人はあくまでも番頭さんです。あれ、いや、うちじゃないよ。あくまでも、あくまでも。おかしい。あ、じゃあ、あれ、ちっちゃい窓があります。これはね、覗き窓と言いまして、今お客さん、どんなお客さんが来とるか、そこから覗いて、そして奥の主人に報告するもの、覗き窓です。ちょっと怖いね、うん、ちょっと見覚えありませんか。そうそうそう。うちの番組の司会者に似てませんか。怪しい人が来てるかどうか見張ってるよ。怖え、怖え、怖え。うわー、このお家広いですね。あ、これは何ですか。これはね、箱階段。箱階段。タンス階段。知ってます。知ってる。これね、漢方薬を入れるところ。はい、ファイさん。はい、ケイジ。
でしょ。でもなんでこんなに広いお家なのにこんなに空間を大事にして階段を収納にいいんだ、シンプルに過ごすためにこういうのが必要なんですね。まあ、それもそうだし、やっぱりこれが日本人の器用さ、うん、日本人のあの繊細なところですね。ここどのくらい部屋あるんですか。ここはね、当時ね、部屋の数が25 25。それで家族や使用人が入れて50人ぐらいここで生活してます。じゃあ2人1つ部屋いいね。喜んでる、なんで喜んでるの。じゃあちょっと見てみたいですね。はい、皆さん、この他にも見れるんですか、全体、はい、全体これずっと回ってこの2階から見上げますので、ね、行きましょう行きましょう、はいはいはい、ここがね、はい、一番大事なお客さん、一番大事なお客さん、一番大事なお客さんがここ、私たちここですね。ここ分かりますよ、これいいですね、はい、これでしょ。違うよ、そんなところ座らない、これはこうやって座る。いや違う、あれ違うの、これこれの正しい方は、これはね、こういうように座るわけです。こう、あ、こう、あ、こうだ、かっこいい、かっこいい、こうやってでこう打つ。そうそうそう、うわもう広い、わ庭もある、庭があるんですね。そうですね、この庭があることによって、空気の流通が起こって夏涼しいんですね。へえ、そこまで考えてこういう設計なんだ。本当だ、風が流れてる、見て草が動いてるよ、気持ちいい、気持ちいいな。あっち何ですか、こっちもなんか入り口がある、はい、ここは裏口ですか。これはね、おなり玄関って言いまして、玄関一番あの重要なお客さんがここから出入りした。で奥まで行けます。そうですね、あで一番偉い客室につながる、ここはだからもう常には閉ざしてるわけ、特別な時に開ける。あそっか、あっちの表玄関とはちょっと違うんですね。あっちは一般人、こっちは大事な人。これは昔のままの階段です。昔のまま、はい、昔のまま、はきついですよ。昔ってどのくらい昔ですか。あそうですね、これはまあ今から100年、100年、150年、お広っ、おすごい、おここからなんかちょっと雰囲気が変わる、なんか床がなんか洋風みたいな。ここは江戸時代、ここから江戸時代、こっちはこちらはもう明治になって、明治に着く、建て町、そうそう、江戸時代はね2階が中2階、2階で住むことができないんだ。で明治になってこの2階で住む。じゃあ身分制度があったから、はい、時代を与えましょうか、時代、時代を、はい、明治から江戸、そうそう、江戸へ、江戸入りました。わー、おもろい、面白い、気をつけてよ、低いよ、本当だ、江戸時代の人間はね結構背が低いんだ。本当だ、気をつけて、あ、ぶつかるよ、ちょっと喜んでる。初めてぶつかる、まあ、少し洋風な感じもありますね。そうですね、明治時代に使った、明治時代、そうね、あやっぱりおしゃれだ、なんか面白い、これが蒸し子窓、蒸し子窓、これはもうあの漆喰塗りにして燃えないように、うん、燃えないように、だからこの戸も木ですが漆喰して外から火事で燃えないように。意味ない、棒、これ木ですよ、ね、木です、あ、はい、本当だ、白い、おー取れちゃった、おー爆竹は燃えないね、そうそう、うん、あれこれも可愛い、自由にご覧くださいで、ね、見てるよ、タンス、なんか面白い、ね、あ、ここは着物とか入れるところだ、あ、なんで今あれ、なんで、これ一体ですか。これはね、おばあさんが 大切なものこれに取った、あ取ろうと思うとなるのですぐ分かる、子供が、おばあさんが大事なものに取ったから、大事なものをお金とか、子供がね、そうそう、盗もうとして開けたら開けたら、でも私だったらこれ楽しくて開けるよ。もうね、ずっと一日ずっと一日開けるよ。大丈夫。最後にミスも。続いては車で約30分三好市へ移動。ここでもまたまた歴史の長い場所を訪ねます。トゥーン、トゥトゥーン、チェンマオムン、どう見てもチェンマオムンじゃないでしょ、マオムン、ヤオムンは。ここはどこ。ここは造り酒屋です。なんで知ってるの。
見ればわかるでしょ、これ何ですか。んじ杉玉新種、緑は新種。そしてあちらを見て、いっぱいの酒瓶。ここは歴史の長い造り酒屋でございます。わ、本当だ、古い。わ、建物歴史を感じる。わ、すごい、かっこいい。ここね、すごいんだって。すごいユニークな社長が今日はいろいろ案内してくれるそうです。マジ。はい、行きましょうよ。社長どこにいんの。え、社長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 さん、社長さん。うわー、かっこいい。工場っぽいですね。僕古いね。そう、なんか雰囲気ありますね。歴史を感じる。社長どこ。社長は、あ、あそこだ、社長。あ、社長、社長、社長。お、社長が多いですね。社長、あ、社長さん、社長さん、社長、あれ、社長だ。どれが本物ですか。こんにちは。こんにちは。本物のチャームです。社長、お名前は。マミヤと言います。マミヤさん、はい、マミヤさん、よろしくお願いします。お願いします。さて、これは、これは何でしょうか。これはですね、日本酒を作る麹です。麹。はい。わあ、こんなにたくさん。これは日本酒の命ですね。そうですね、はい、これがないと日本酒はできないです、ね。これなんでみんな寝てるんですか。これは出来上がって1日置いて、で明日また仕込みに使うんですね。仕込みに使う、はい。この麹はどこで作られてるんですか。これはね、ここの麹室というところ。あ、麹室、はい、この裏に、この中にこう入ってもいい、はい、どうぞ。あ、入りますか。関係者以外立ち入り禁止。あ、そうですね、うん、関係者ですね。関係者、はい。じゃ、学びスペシャルパーミッションです。オッケー。ありがとう。あ、ちょっと温度が、あったかい。うわ、あったかい。急に南国になりましたね。あったかいですね。なんで、なんで。ここは麹を育てるために温度高くしてるんですよ、はい。蒸したお米をここに持ってきて、はい、麹菌を振りかけて、うん、で麹が出来上がると外のさっきの麹になりますね。寝かす。あの麹は向こうにあるタンクに入れます。ここですね。でかい。かっこいい。これ今仕込み中ですか。そうなんですよ。このタンクで仕込みしてますので。見られる。見えますよ。はい、上がって上がって。スペシャルパーミッションでーす。あー、なんか動いてる。あ、本当だ。ポコポコしてる炭酸みたいな。そうですね、これは発酵してますね。発酵してるところ。お、よくかき混ぜるのって、こういうのをこうやってかき混ぜたりとかしてますよね。おお、かなり。あ、かっこいい。これよく CM で見るシーンだね。もうこっちはほとんど酒になってますからね。うわー、え、ほとんど酒。はい。あ、発酵してる匂いがする。香り、日本酒の匂い。日本の伝統である日本酒造りの基本を守りながら、現社長の独創的なアイデアが加えられた斬新な商品ラインナップ。モダンなデザインの発泡日本酒、日本酒入りロールケーキ。これまで日本酒をあまり飲まなかった層からも人気を集めています。こう見るからにすごく古そうな。そうですね、はい。まあ、蔵は結構古いんで、うん、まあ、創業130年ぐらい。130年。何代目ですか。私5代目になります。5代目。はい、5代前からお酒を作ってらっしゃる。そうですね、はい。じゃあ、その5代目の前に何をやっていましたか。5代目の前は侍でした。侍、はい。本当に、はい、初めてです。お侍さんが作られたお酒を飲むのは。 ありがとうございます。はい、じゃあまた乾杯です。乾杯しましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。来週は、うわ、本当だ。おー、アンパンマン喫茶ポッポー。みんな一緒や。いわゆる民放シーン電車でしょ。そうです。ちゃんと冷めたらわかるよ。こういうのか俺うちおうやかうがう。ねえやかうがうわ。ジャパナビ四国冒険物語、来週もお見逃しなく。視聴者の皆様に番組からプレゼントのお知らせです。今週からスタートした新しい旅の舞台はどのエリア。1番東北、2番関西、3番九州。正解者の中から抽選でくまモントートバッグを1名様にプレゼントいたします。応募用紙は www.jptime.tv 番組ホームページに掲載しています。締め切りは2013年4月14日午後17時。当選者は2013年4月21日に番組および番組ホームページで発表いたします。皆様からのご応募どしどしお待ちしてます。
番組の特集内容やもっと詳しい情報は放送終了後に番組ホームページに掲載されます。アドレスは www.jptime.tv。 アクセスお待ちしています。また来週お会いしましょう。素敵な1週間を。